これは永平寺の通用門、ここからお参りするんですね。で、インターネットで便利ですね、これちゃんと上げてくださっててね、助かると思いません？あ、本当に自分は重たいカメラ持って歩くのが嫌なんと、カメラ写すとね、変なのが写ってしまうので、いつの間にかも嫌がってしまってカメラ持たなくなったんですよね。写したくないという、そんな感じでございます。こういうこの不思議なことは、これをくぐった途端にですね、ここをくぐって中に入れさせてもらった途端に不思議な体験が始まってしまうという、本当に不思議不思議の父親のこの供養をしますいたしますにね、お墓だけじゃなくて、この総本山である曹洞宗の総本山です、ここに分骨させてもらってるわけです。でこちらにもお参りができるわけですね。で父親に長いことお会いしてませんでしたから、こちらの方に伺って、日報出る前ですけどね、伺った時に大変不思議な体験をこの中で、このくぐった途端、このここをくぐった途端に本当に不思議な出来事が起こりました。大本山として男神との信仰を集めるとともに、日々200人前後の修行僧雲水が修行する禅道場として知られています。この中でも特に7つの武道は七道伽藍と呼ばれ、日常の修行に欠かすことのできない重要な建物です。八道、仏殿、三門を縦に位置し、僧堂と窟院、そして東室と浴室が左右対称に美しく配置され、そのすべてが回廊で結ばれているのが特徴です。これはテープをちょっとお借りして写させていただいております。大変綺麗ですね。素晴らしい建築物です。おお、これは鳳凰ですか。よく本当に撮っていただいてます、撮影。これそうです、ここがすごい分かりやすいですね。これちょっとお借りいたします。ここお参りしていろいろとお話を聞かせてもらったりして行くわけですね。皆参拝するわけです。でこの真冬の中お伺いいたしまして、私はこの通用門やったかな、なんかね、記憶の中ではすごく鳥をくぐったという記憶があるんですよ。で、覚えているのはそうですね、その八頭まで行くわけですから、この坂道を登って、これ八頭じゃないですかね、はい、八頭までお参りします。でずっとこうこの雪のど真ん中を
行くわけです。ところが不思議なことが起こりました。鳥をくぐった途端に光の玉があったんです。来たんです。なんでか知りません。どっからかふわっと入って、自分はその光の玉の中におりました。でその時は不思議な体験だなと思いながら、ずっとこの8トンまで お参りするわけですよね。でその途中で お坊様に父の法要に参りましたと申し上げまして、手続きを済ましてそのお待ちしました。そしてここでお待っている間、お坊様がおいでになって、お寒いでしょうと言ってご親切にストーブを持ってきて火をつけてくださったんです。でも私はその光の玉の中におりましたから全然その寒くないんですよ。なんか不思議な体験でございました。全然寒くありません。でずっと光の玉の中にあるわけです。でただその光の玉っていうのが色があるわけじゃありません。無色っていうんでしょうね、太陽のような輝きっていうか、あったかいんです。それ懐かしい気持ちになるんですよね。あれはどういうわけでそういうふうになるのかさっぱり私には分かりません。だけどその仏様の光っていうんですか、仏様の前そばにおるっていう感じ、なんか抱かれている赤子のように、なんか抱かれているようなあったかいありがたい気持ちになって、今までの生きてきて頑張ってきたよとか、ちょっと苦しかったなとか、嫌な思いをしたなとか、そういういらんものが全部こう溶けて流れて消えていくという感じです。不思議な不思議な安らぎの光の玉であります。で本当にお坊様がせっかくストーブつけてくださったんですけど、ちっとも寒くはないんですよ。それでありがたいな、なんで私こんなぬくいんだろう、幸せだな、涙がボロ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 流れるんですけど、悲しくて泣いてるんではありません。私安らぎの中で喜びの涙っていうんでしょうか、感動して、そのこんな言い方したら悪いんですけど、音楽会って第一音バッとこう指揮者が振った途端に、その音が聞こえた途端に現れる現象っていうんですかね、感動っていうか、その響きのど真ん中に自分があやされている、震わされている、揺られている、何と言うて表現していいか分かりませんが、そういう不思議な不思議な安らぎの空間におったわけです。でしばらくお待ちしますと、大変徳の高いお坊様でしょうか、赤い衣を着たお坊様に周り12か20人ほどのお坊様がお入りになって、そして父へのこの法要のお経を、ありがたいお経をあげてくださいました。でその間もずっと私は涙が途切れないんです。悲しくないんです、嬉しいんです、幸せの涙なんです。でもそれを伝えることはできません。素敵な立派なお坊様が一生懸命拝んでいただいてますので、ありがたくそのお経をお聞かせいただきながら、無事お父さんにお祈りを済ませまして、それお礼を申し上げました。で不思議なことは、その光は私が背負っているんですけど、私その光の中にあるんですけど、どなたもその光の玉が見えないようなんでございます。不思議な経験があって、でそれからずっと一人でこうありがとうございましたということで帰ってくるわけですよね。でその私の記憶ではこの鳥居があったと思うんですよ。その鳥居を一歩出た途端に寒さが戻ったんです。光の玉がその鳥居で光の玉がパーッといなくなったんです。ってことは、この鳥居っていうのは、これは浄化されたすごいこの世界を表してるんじゃないでしょうか。そこを一歩出た途端に周りの雪の寒さがわかるわけです。私
そして風呂敷に包んでいたコートを取り出してきましたけどね、そういう不思議な不思議な光の玉になったという不思議体験でございました。ありがとうございます。